名鉄7000系電車は、名古屋鉄道が1961年から2009年まで運用した電車である。日本では初めて、運転台を2階に設置した上で最前部に、展望席を設けた車両で、パノラマカーという愛称が付けられ、1962年には、鉄道ともの会より、第5回ブルーリボン賞受賞車両に選出された。改良を加えつつ1975年まで、 継続して増備され、合計116両が製造された。長期間にわたり、名鉄を代表するシンボル的な車両として扱われ、一時期は名鉄では最多量数の形式となり、鉄道ファンからは、名鉄普及の名車、永遠の名車、伝説の名車とも言われている。本校では、本形式に準じた車両仕様で全面を、 貫通型として1973年に24両が製造された7700系と本形式からの改造によって1984年に2両が登場した7100系についても記述する。また、名鉄の車内では5000系以降の高性能車について SR 車と呼称していることにならい、本校でもそのように表記する。また、特定の編成について記す場合は、 豊橋法の先頭車の車両番号を持って編成故障とする。1955年に名鉄の副社長に就任した土川元は第二次世界大戦後日本国外の交通調査資料などを熱心に読み日本が主権を回復すると積極的に日本国外の鉄道の視察も行っていた。また、1953年から 経営コンサルタントとして名鉄から依頼を受けていた荒木東一郎はアメリカの交通事情を視察しており鉄道は凋落し自動車の時代になると予測していたこれを背景として土川は交通機関には寿命があるという持論のもと社員には名鉄が鉄道としての魅力を失わない施策営業エリアの拡大につながる新しい乗り物について社員に考えさせていた 一方、1948年に、名鉄に入社していた、白井明は、1952年から乗務員や、研修担当者の教育を行う部署である、名古屋鉄道教習所の教官として着任していたが、名鉄社内で行われていた、合理会委員会の会議にも、出席できる者には、積極的に出席していた。こうした、白井の積極性を見て、土川は白井にも、 頻繁に声をかけるようになっていた。白井も聞かれたことを答えるだけではつまらないと考え、本来の業務とは異なるダイヤ改正などについて考え、土川に意見を伝えるようになっていた。また、白井はアメリカの鉄道車両や航空機、自動車で興味深いと思ったものをノートに記録し、デザインを研究していた。ある時、 白井が土川と車両の話をしていた時に前の景色が見える電車を作りたいと話すと土川はそれはいいなとだけ答えたという。名鉄では1959年に冷房装置を搭載した車両として5500系を搭乗させていた。特別料金を徴収しない列車での冷房化は戦前にわずかな実績があるのみであり、冷房を搭載した一般列車は 日本国内の鉄道他社や乗用車でもほとんど存在せず、一般家庭にも冷房装置などない時代であり、利用者や沿線住民を驚かせた。しかし、白井は5500系に対して、独創的なところが何もないと感じており、土川からの5500系をどう思うかという質問にも夢も希望もないと即答した。そのやりとりの後、白井はあるべき車両について、 土川に長い手紙を書くと、すぐに土川に呼ばれ、今までにない展望者の計画の創造に、全面的に努力せよという特命学だった。土川は、イタリアの鉄道を視察した際に、イタリア国鉄の板は300電車、セッテベロが気に入ったとされ、このため帰国後に車両部に写真や資料を開封したという話が伝えられているが、土川は、の、ようなというように、 イメージを縛るような言い方は絶対にしなかったとも言われている。また、当時ライバル視していた近畿日本鉄道の社長である佐伯勲から1100系ビスタカーがブルーリボン賞を受賞したことを自慢されたために、名鉄もブルーリボン賞を取れる車をという命令があったとも言われているが、後に白井がブルーリボン賞の受賞式典のために、 社内で根回しを行った際には、どの部署も鉄道ともの会の存在を知らず、どのような章なのか説明するのに苦労したと、白井は回想している。いずれにしても、土川が展望者の実現を望んでいたことは確かで、1960年に役員会で展望者の企画が通った時には、嬉しそうな顔をしながら、白井に企画が通ったことを伝えたという。一方の白井は、 アメリカ人の友人から送られた保存鉄道ライブラリーに掲載されていたモントリオールの観光用電車であるゴールデンキャリオットをイメージしていたという。白井はそれまでの展望車が後ろの景色しか見えなかったことについては過去を見ていることにしかならないとしてこのように主張した。人間の本質として過去よりも未来が見たいはずだ。これから作る展望車は 未来が見えるものでなければならない。ことに、子供に、それを見せたい。白井明、高瀬文と、鉄道技術者、白井明 P63 度川もこの、すべての人が前を見られるというコンセプトに賛成し、さらに、立っている乗客にも前が見える作りを望んだ。こうして、白井を、企画責任者として、展望車の開発が開始された。 新型車両の開発は車両を統括する。車両部計画課が担当するが、企画責任者の白井は、この時点では教習所の所属のままであった。車両の製造は日本車両製造が担当することになった。ところが、名鉄の車内から、この企画に反対する意見があった。この当時、名鉄では、踏切事故が激増していた。 1958年12月24日に、名古屋本線で特急に使用されていた3850、系が踏切で、大戸三輪と衝突した際には、大戸三輪の積み荷が可燃物のシンナーであったために、炎上して車両は全焼、乗務員、乗客にも死傷者が出ていた。翌1959年にも、 10月1日、10月9日、11月20日、11月29日、12月8日と、踏切事故が多発しており、乗務員の殉職もあった。こうした事情から、乗客を危険にさらすわけにはいかないという理由で、列車の運転を統括する運転部の部長が車両部に、対して抗議を申し入れたのである。しかし、土川は、その抗議を受けても、 展望車の開発を中止することはしなかったため、車両部では衝突しても安全な電車を作らなければならなくなった。安全性の確保を検討するうち、沿線企業の茅場工業からダンパーを先頭部分に設置するという提案があった。計算した結果、オイルダンパーを前面に2本設置することによって車体を守れるという結果が出たため、 衝突の状態や吸収力などのシミュレーションが行われた。その他、運転台へ乗務員がどう出入りするか、運転台からの見通しがどうかなどが検証されたほか、監督官庁にも指導を仰ぎ、車両設計において、例外的な認可の箇所を減らすべく検討が行われた。日本では前例がない車両構造のため、監督官庁も扱いに困ったと言われている。 1960年夏には役員会で心臓計画が決定した。これを受けて白井は正式に車両部へ移動となり、新型展望車の開発に専念できるようになった。1960年8月に入るとデザインを検討するためにクレーモデルが3種類制作され、その後にモックアップが制作されたが、 モックアップは3種類のクレーモデルのどの形とも違うものになった。さらに9月には車両のデザイン画も出来上がり、新聞にも掲載されたが、これもモックアップとは違うものになった。それらはいずれも衝撃吸収用のダンパーを覆うボンネットが突き出たスタイルで白いの木に入るものではなかった。デザインを提案した日本車両の担当者は、このデザインのどこが悪いと憤通ったが、 白井は土川にデザインをやり直すべきと進言。それを受けて土川は戦闘部のデザインをやり直すと決めた。このため日本車両では日本国有鉄道の臨時車両設計事務所を通じてインダストリアルデザイナーの萩原正雄に車両のデザインを依頼することになった。実は萩原は小田急電鉄の特急用車両である3 0 KSE 社の計画段階において展望者のデザインの相談を受けていたが実現していなかった。また国鉄の車両設計ではデザイナーの名前が出ることはなかったがそれではデザイナーの役割を世の中に認識させることはできなかった。萩原は私鉄の車両であればそれが可能であると考え国鉄の仕事を辞めて名鉄の展望者の仕事を担当するようになった。 また、車体の色も画家の杉本健吉によって決められることになった。杉本は、岸田流星文化の画家で、名鉄百貨店開業時の放送誌や、交通関係のデザインも手掛けていた。杉本は、当初濃い緑色を考えていたが、車両部の担当者の提案を受け、スカーレット一色とすることになった。1960年秋には、 どんな車両になるかを新聞記者が取材していた際に、親しみやすい愛称として白井が萩原と相談して、パノラマカーと述べたところ、マスコミではこれを大見出しで報道し、たちまちパノラマカーという名称が広まったという。このような経過を経て登場したのが、7000系パノラマカーである。7000系は6両編成で登場し、1967年4月から4両編成も、 登場した。設計段階では、将来重量編成に増強することを考慮しており、1968年頃には8両編成での運用も行われたほか、試運転や臨時列車では2両編成や重量編成で運用されたこともある。1990年以降は7700系、中間車が7000系の編成に組み込まれた。一方、 7700系は1973年4月に4両編成と2両編成が同時に登場した。前面が展望席スタイルではなく貫通構造となっており、1990年以降はすべて2両編成で運用され、7700系、中間車は7000系の編成に組み込まれた。7000系は系列中に3形式が7700系は、 系列中に2形式が存在し、すべての車両が電動車である。制御方式は口述するように5500系と同じ、抵抗制御時価並列制御を採用しており、奇数番号の車両に補助機器を搭載、偶数番号の車両に制御装置と終電装置を搭載し、奇数番号の車両と偶数番号の車両をもって一つのユニットとして扱うという原則を守ることで、 どのような編成にもすることが可能である。名古屋本線上において、ユニットの豊橋側が奇数番号車となる。本節では、以下7000系について、1961年の登場当時の使用を基本として記述し、増備途上での変更点と7700系については、別途節を設けて記述する。更新による変更や7100系については、 遠隔で講述する。編成については、編成表を参照のこと。先頭車は、車体長 19000mm、全長 19715mm、中間車は、車体長 18000mm、全長 18830mm で、車体幅は 2730mm である。車体色は前述の通り、スカーレット一色である。 車体側面には近鉄のビスタカーに倣ってパノラマというロゴを入れる案があったがデザインを担当した萩原は泥臭いとして採用しなかった構えたい車体は全て普通構成で軽量化のため強度計算を入念に行ったまた車体の防音にも注力し床板はキーストンプレートを採用した側面窓は日本車両の提案により窓柱を車内に収め ガラスで柱部分も覆う連続窓という固定窓構造が採用された。側面のガラスは熱線吸収複層ガラスを使用し、基本的な寸法は幅 1500mm、高さ 850mm で、ガラスの厚さは外側 5mm、内側 5mm とし、2枚のガラスの間には 6mm の空間を設定している。扉と扉の間では、 先頭車ではこのガラスが4枚、中間車では5枚並ぶ。中間車の戸袋部分の窓には幅 850mm、高さ 850mm のガラスを使用した。客用扉は幅 1100mm の、片開き扉を2箇所に配した。レール上面から床面までの高さは、先頭の展望室が 1040mm、それ以外の客室では 1150mm である。 戦闘部戦闘部の形状は運転室を2階に上げ、最前部まで客室とした。萩原は、ボンネットが突き出していると乗客に事故を連想させて、不安を与えるとして、前面ガラスを車両先端まで延長し、後述するダンパーを車体の中に収納する構造とした。前面窓は、当時の日本の技術では、局面の服装ガラスの製造ができなかったことと、 製造数の少ない鉄道車両においてはコストが高くなるため、すべて平面ガラスで構成した。前面に使用されたガラスは外側 8mm、内側 5mm とし、2枚のガラスの間には 6mm の空間を設定しており、当時の価格で1枚10万円という高価なものである。衝突事故対策として、先頭部には最大九州エネルギー7万7千。 キログラムマイメートル、容量250トンのダンパーが2機設置された。このダンパーの中心高さは、当時の大型ダンプカーの2大底面に合わせて、レール面から1300ミリメートルとし、突き出し部分のバッファーは、全部標識灯と一体のケースに収めた。全小灯は、正面窓の上下に2灯ずつ、合計4灯設けた。このうち、倉下の2灯については、 前述のダンパーと一体化されたケースに収めたほか、光源そのものが、サーチライトのように円錐を描くように回転することによって、地上から光が明滅しているように見える旋回式前消灯を採用した。これは、運転台にある旋回スイッチを入れることによって、作動するもので、対向列車とのすれ違い土器に現行していても、スイッチを投入すると旋回を開始する。 この前照灯は前後切り替えにより赤いフィルターがかかり、微灯としても機能する。非常時には微灯の状態で旋回を行うことも可能である。なお、窓状の二灯については固定式として運転士の目が疲れないようにしている。正面層下中央部にはフェニックスと記したエンブレムが取り付けられた。これはダンプカーに衝突しても無事であるようにという願いを込めたものであるという。 行き先表示器は設置されていないが、これは、ギフと豊橋を結ぶ特急列車のみに運用することになっていたため、車両そのもので行き先と種別を表すという考えによる。車両番号の表記は、それまでは、側面層下中央であったが、7000系では、客用扉横の下部に変更された。書体はそれまでと同様のローマン帯である。室内の配色については、 落ち着いて気品に満ちた色彩とすることを図った。側壁は窓より上はペールグレー、窓より下はグレーのフロスト柄とし、床の色はグレーで天井をホワイトとした。座席のモケットは火力色で、名鉄ではピーターパンブルーと称している。連続窓構造のため、客室内には鋼柱が露出しているが、 ここに横引式のカーテンを置くことで窓柱を目立たなくした。カーテンはベージュ色を基調とした。座席は転換式、クロスシートをシートピッチ 900mm で配置した。ただし、戸袋窓部分のみロングシートとしている。車両間の貫通路は 1200mm 幅の両開き扉とした。もう7000系の連結面には車掌台を設けたが、 使用していない時には、客室として使用するように、折りたたみ座席を設けた。客室と車掌台の仕切り壁は設けられていない。また、もう7150系の車端部には、工場内での入れ替え用に簡易運転台を設けた。主要機器については5500系を基本とし、若干の変更を加えたものとした。品種制御機は5500系では、 ゼネラルエレクトリックと東京芝浦電機の技術提携によって MCM 型パッケージ型制御装置が採用されていた。これは5500系が全車電動車であることから床下に冷房用電源の搭載スペースを捻出するために採用されていたもので7000系も全車電動車であることから同様の理由で採用することになった。7000系で採用されたのは 東芝の MC-11C 型で制御機1台で8機の電動機の制御を行う、方式の多段電動カム軸式パッケージ型制御装置である。制御段数は直列、並列とも17段、弱め回、G4 段で、直列段と並列段は主幹制御機で指定する方式である。主電動機については、東洋電気製造の 保証巻線付直流直巻性粒子電動機である TDK-825-1A 型が採用されているが、これは 5500K で採用された TDK-825A 型とほぼ同型で、出力は 5500K の主電動機と同じ 75kW である。また、駆動方式も 5500K と同様の中空軸平行。 カルダン駆動方式で、波数比の78、16イコール4.875という設定も5500系と同様である。制動装置については5000系以降の高性能車で、採用実績のある発電ブレーキ併用の HSCD 型電磁直通ブレーキが採用された。台車名鉄では、初の空気バネ台車となった FS335 系台車は、 住友金属工業製のペデスタル式空気バネ台車である FS335 系台車が採用された。乗り心地工場のためゴムベローズの外側にコイルバネを巻いたスミプレス系と呼ばれるベローズ型空気バネを使用したほか、荷重に対する車体高さの均一化を図る目的で車体直結式とした。また、これは名鉄では初の空気バネ台車採用となった。 固定軸距は 2100mm で、車輪径は 860mm である。この台車の採用に先立ち、1960年に5000系も5003で、先行試作台車による試験が行われた。この時の試作台車は量産化改造の上、も7006に使用されている。運転室、運転室、運転士が乗務する、乗務員室は2階に上げた構造とした。土川が気に入った。 イタリアのセッテベロでは運転室への階段を客室内に設けていたため、それより後ろの客室からは前方風景は見えなかった。しかし、7000系のコンセプトはすべての人が前を見られることだった。これを解決するため、運転室への出入りは車体側面にステップを設けることによって客室内への張り出しをなくした。これによって客室の中央部からでも 全面展望を楽しむことが可能になった。車外ステップには夜間の昇降用に階段灯を内蔵した。なお、非常用として客室内への昇降口を設け、折りたたみはしごを備えた。運転席後方には中央に排気抱くと、その左右に窓を設けた。2階の運転室は車両限界内に収める必要があるため、 当時発売された軽自動車のスワル360を参考にし、運転手からの運転室が狭いのではないかという意見についても、スワル360をお屋根に乗せたと考えてほしいと説明し、納得させた。運転席と助手席の後ろには、下半式の折りたたみ椅子を使用して2名程度が座れる程度の広さがあり、詰めれば5名まで着席可能である。運転席の機器については、 主観制御機、ブレーキハンドルとも小型化を図った。運転席の足元には、左側から、全消灯の原稿、ミュージックホーン、電気笛、空気笛の順に4つのペダルが備わっている。軽的7000系の軽的は、通常の空気笛の他に、補助系ホーンとして、電子音楽を流すミュージックホーンを装備した。このミュージックホーンは、計画段階では公表されておらず、 工述する展示会において初めて公表された。このミュージックホーンはトランジスタを用いた発信回路を使用して波形を生成し、増幅器を通してスピーカーから前方に音を発する仕組みで、すでに補助系ホーンを装備していた小田急 SE 社のテープ式と異なり、保守に手数を要さない点が特徴である。登場当初は 300Hz、450Hz、600Hz の 三音階を用いており、1963年頃には 330Hz、440Hz、555Hz の三音階とされた。また、ビブラートのための変調周波数は 6Hz と指定された。運転士や仕事にある4つのペダルのうち、左から2番目のペダルを踏むと明動を開始し、もう一度踏むと停止する。また、このミュージックホーンの回路を利用した。 電気笛も装備した。これは、ミュージックホーンで使用している3音を和音として、同時に明動させるもので、運転士や仕事にある4つのペダルのうち、右から2番目のペダルを踏むと明動し続け、ペダルから足を離すと停止する。その他機器冷房装置は、5500系で、採用実績のある、東芝 TAC-153 型の改良型で、4500キロカロリー。 H の能力を有する TAC-15 型を戦闘車に6機、中間車には8機搭載したほか、展望室には床置き形で4500キロカロリー、H の能力を有する TAC-18 型を2機搭載した。これらの冷房は乗務員室から一つのスイッチで一斉操作できるようにした。補助電源装置は出力十九馬の c l g 二十六。 D 型電動発電機を装備した。固定窓のため冷房停止は致命的な障害となるため信頼性の向上に注力した。電動空気圧縮機は D-3FR 型を採用した。連結機は先頭部分が小型の自動連結機、編成中間は棒連結機である。FS384 型台車1961年4月22日。 完成した7000系パノラマカーの最初の編成が神宮前駅で報道公開された。この時は報道関係者が撮影のために本線上に脚立を立て運転台には6人も入り込む騒ぎであった。名鉄でも積極的に試乗会などを行い運行開始までに2万キロメートルほど走行することになった。また、この時期には新しい鉄道市民雑誌として 地元名古屋市の購入者より、鉄道ファンが創刊されたが、この雑誌の初代編集長には7000系のデザインを担当した萩原が就任し、鉄道ファン創刊号の表紙は、広田昇慶の撮影による7000系の写真であった。同年6月1日、豊橋駅を午前9時4分に発車する特急新岐阜駅から7000系パノラマカーの営業運行が開始された。 同年6月12日にはダイヤ改正が行われ、最高速度は時速 110km に引き上げられた。これによって豊橋と岐阜の間を3時間で往復する運用が可能となり、日本の私鉄では初めて1日の走行距離が 1000km を超える運用も登場した。運行開始後のパノラマカーは人気を集め、特急の始発駅である豊橋駅と新岐阜駅では、 展望席の最前列に着席するために数時間も前から待つ光景も見られた。これと合わせて宣伝用の短編映画僕らの特急の撮影も行われた。この映画の撮影のために1961年9月には機能試験も兼ねて重量編成での運転が行われた。また、伏線の線路上で撮影用電車と7000系を同じ方向に走らせ、 7000系が追い上げてくるシーンの撮影も行われた。国鉄の特急、小玉を平行区間で追い越すシーンを撮影しようとしたが、この時は注意信号が出ていて減速せざるを得ず、これは失敗であった。また、パノラマカーは沿線住民の通勤の足に使われてこそ価値があるという思想を反映し、展望室でスーツ姿で新聞を読む乗客や立っている乗客も映された。 このように好評を持って迎えられた7000系パノラマカーであったが、踏切事故に対する開発関係者の懸念は残っていた。考えられる対策はすべて取り、名鉄では10トンのダンプカーが80キロのスピードで、ぶつかっても大丈夫としたものの、本来はこうした機能は使われない方が望ましいものであった。 運行開始から半年ほど経過した1961年11月29日、名古屋本線の木曽川津々駅付近を特急新技行駅として時速 85km で走っていたパノラマカーの前に砂利を満載した大型ダンプカーが踏切警報を無視して入り込んできた。運転士はすぐに非常ブレーキを操作したが衝突し、ダンプカーは 40m も引きずられ、 パノラマカーは286メートルも走った、木曽川橋梁の中央部付近で停止した。しかし、負傷者は乗客8名が軽傷を負っただけで、しかもそれはダンプカーが側面にぶつかった際に、側面ガラスが割れ、その破片が当たったものであった。展望席のガラスは、ひびが入った程度で、展望席に座っていた乗客は無傷だった。その後の調査と分析で、車体は、 完全に原型をとどめており、衝突事故防止の対策はすべて設計通りに機能していることが明らかになった。この事故はダンプカーキラー、ダンプキラーと報道され、パノラマカーの安全性は立証された。しかし、名鉄の車内では新たな懸念が発生した。当時の名鉄には車体の一部が木造の半構成者どころか、木造車体の車両も残っていた。 そのような車両がパノラマカーと衝突したらひとたまりもない。万が一 AL 車とでも衝突したらと思うとゾッとした、と言い、その後自動列車停止装置が整備されるまでは、列車同士の事故が起きた際に7000系が絡んでいないとわかると安堵したという。なお、事故のあった70003編成は、 その後しばらくは事故で損傷したも7004も7053の代わりに5500系を連結して運用された。7000系と5500系の性能は同じであり、その後も非常時には同じ方策が取られるようになった。また、も7004には事故復旧時に試験的にニキシー管式の速度計を客室内に設置したが、この速度表示が好評だったことから、 その後の増備車では、速度計を装備することになった。戦闘車の前面に設けられた、方向盤1962年には、7000系は、鉄道ともの会より、ブルーリボン賞を受賞した。白井が、受賞式典のために、名鉄の車内に根回しを行った際には、どこの馬の骨かという反応ばかりであったが、五石家の一つだった高塚酒の27代目、当主、 高塚さとしみ道が鉄道ともの会の世話役を務めているとわかると、社内の反応は一気に好転したという。同年5月26日の受賞式典において運行されたブルーリボン賞受賞記念列車には、白井のデザインによるヘッドマークが付けられた。この年の6月25日のダイヤ改正からは、造備車が運用に入れられたが、この時から運用範囲に、 犬山線が加わったほか、名古屋本線でも急行などに使用されることになった。このため、乗り間違いを防ぐために、先頭車の前面に方向板が設けられた。この方向板は、ブルーリボン賞受賞記念列車のヘッドマークのデザインがそのまま採用され、その形状から逆富士と通称された。1963年5月26日には、 国際考え排水委員会のための団体臨時列車が運行されたが、この列車には2両編成に短縮された7000系が運用された。7000系が2両で営業運行をしたのはこの時だけである。1967年から設置されるようになったフロントアイン7500系の登場に先立ち、もう7014にて、住友金属工業製、新型台車のテストが行われた。 その7500系は1963年12月に登場し、しばらくは大きな変化はなかったが、社長に就任していた土川からパノラマカーの特急を支線区へ直通させるという方針が打ち出された。これに伴い、本線特急には7500系を使用し、支線への直通に7000系が運用されるようになったが、短い編成が必要となったため、 1967年3月に7000系の4両編成が登場することになった。しかし、7000系が全車電動車であったため、視線の変電所容量では電力が不足する可能性があった。この問題については2両の動力をカットすることで解決できたが、切り替え操作を避ける目的で電圧を検知するリレーの設定値に差をつけ、 電力不足になった際には2両の動力が自動的に切られるようにするという方策を取った。この時の造備車からは、視線内において車両直前の安全確認を行えるようにするため、フロントアイと呼ばれる機器が前頭部に設置された。このフロントアイは広角の突レンズを使用したもので、レンズを通してみると天地が逆になるものの展望席の直前の様子がわかる。 これにより前方四角は12メートルから1メートルに減少した。フロントアイはこれより前に製造された車両にも追設された。1967年12月から6両編成4本を4両編成、8両編成2本ずつへと蘇生の変更が行われた。8両編成は名古屋本線の特急8両編成化に対応したものであったが、 7500系の増備に伴い1968年10月に8両、編成は解除され、この年に増備された戦闘車4両を加えて6両編成と4両編成に、蘇生変更された。その後も、視線直通用の4両編成の増強は進み、1969年4月には4両、編成2本が、1971年4月には4両、 編成3本が増備されたほか、1970年4月には、先頭車のみ6両が製造され、6両編成3本が4両、編成6本に蘇生変更された。なお、工場の設備が更新され、6両編成でも同時に入場できるようになったことから、もう7150型に設置されていた、簡易運転台は1968年9月に撤去された。なお、 1971年9月3日には、犬山線下大駅と中央大駅の間にある踏切で、警報器を無視した2.5トントラックと衝突する事故が発生した。このトラックの積み荷が可燃物のシンナーであったため、衝突後に炎上し、この年に製造されたばかりのも7040が炎上する事故が発生している。1973年に登場した7700。 稽古のように視線への直通が多くなった7000系であったが、三河線と微細線には閉塞方式がタブレット閉塞であったため、運転代の高い7000系は入線していなかった。これらの線区に運行されている特急の冷房化率向上のため、1971年10月には、AL 社の機器に7000系7次社とほぼ同一仕様で、 全面貫通型の車体を仮装した7300系が登場した。さらに、1973年には7300系の高性能車版とも言える7700系が登場した。7700系は7000系をはじめとして、7500系を除くすべての SR 車との連結が可能な車両で、2両編成と4両編成が4本ずつ製造され、 車両運用の合理化と輸送単位の調整が図られた。社長の土川はパノラマカーを気に入っており、愛知県公安委員会の委員長に就任すると、愛知県内の踏切標識を蒸気機関車ではなく、パノラマカーに変えてしまった。さすがにこれは苦々しく思われたようで、土川が公安委員長から退任すると標識は元に戻された。この時期になると、 朝夕ラッシュ時の混雑が激しくなり、すでに1967年からは、犬山線でも8両編成の列車が走り始めていた。しかし、名鉄の車内から出た、通勤輸送にまとまった投資を行い、通勤用の新車を作ってはどうかという意見にも、社長の土川は、それは不経済車であるとして、パノラマカーを列車体系の中心として、クロスシートに座って、 通勤という理想像を変えようとしなかった。土川は財務的現状からも輸送力増強には旧型車両の交代化が最適としていたのである。通勤輸送に対応するため、1973年からは7000系の4両編成7本については連結化改造が行われることになり、ラッシュ時には4両編成を2本連結した8両編成が走るようになった。 1974年6月には6両編成が2本、増備された。また、1975年には、中間車が12両製造されたが、この時の増備車では、ロングシートを増加させ、扉も両開きに変更された。形式はもう7050系のままであるが、車両番号は7100番台となった。これによって4両編成のうち6本が6両編成に、 蘇生変更されたが、これが7000系では最後の増備となった。この時点で7000系は合計116両となり、名鉄の車両では最多両数の形式となっていた。また、7500系の72両を合わせると、パノラマカーだけで当時の名鉄における河川電圧1500ボルトの区間に運用される車両の約3分の1を占めていた。 M 式自動解決装置の設置が行われた連結機回りこの時期のラッシュ輸送では、本線では8両編成でないと運用できず、増解決ができない。パノラマカーの6両編成は普通列車や支線などで運用させていた。それでもなお、津島線などでは、人海戦術で乗客を車内に押し込む割り様で、しかも、それでも積み残しが出てしまい、乗客からの苦情も多かった。 このような状況下、7000系をはじめとするに、扉クロスシートの SR 社のラッシュ時運用は、もはや限界であることが明確になった。1975年に、急遽、東京急行電鉄から3、扉ロングシート車を購入し3880系として運用。その実績が評価され、1976年に3、扉の通勤車両である6000系が登場するに、 至ったなお、1975年から800型も809も810で試験を行っていた、名鉄式自動解決装置を7 0 0 0系でも、試験運用を行うことになり、7021編成と7023編成を4両編成に、蘇生変更した上で、M 式自動解決装置の設置が行われた。この試験運用の結果を踏まえ、 1977年2月には7000系のすべての4両編成に対して M 式自動解決装置の設置が行われた。7000系が運用を開始した頃は特急でも特急料金は不要であったが1962年からは観光路線で座席指定料金を徴収する特急の運行が開始されておりその後1965年には8000系機動車を 使用した座席指定特急が定期列車として設定されていた。これをさらに進める形で、1977年3月20日のダイヤ改正では、特急は全て座席指定車両となり、座席指定車両のない特急は高速という新種別に変更された。この特急施策の変更に伴い、特急は原則として7000系。 7 5 0 0系、7 7 0 0系で運用されることになったため、座席モケットは赤色に、頭当てカバーは白色に、カーテンは緑色地のものへとそれぞれ変更された。1980年7月21日、高和線を走行していた特急新潤間駅の 7000K6 両編成が、南成岩駅から成岩駅の間を走行中、折からの厚さによるレールの膨張により、 で、歪んだに差し掛かった際に、後部2両が脱線した。この列車は300メートルほどそのまま進んだが、脱線した車輪は、踏切の森林機場によってすべて線路に戻った。この珍しい現象は、マスメディアに注目され、日本テレビ、テレビ三面記事ウィークエンダーにも取り上げられた。1982年3月には、国鉄が、東海道本線に117系を、 東海ライナーとして快速列車に導入することが決まった。これに対して競争力を高めるため、名古屋本線の特急を増発した上で、一部は特急専用車両を投入することになった。これに伴い、まず7000系4両編成のうち5本が特急専用車両に改装された。改装内容は以下の通りである。改装された車両は、 白帯車と通称され、翌1983年には、さらに7000系4両編成4本と7700系2両編成4本が白帯車に改装された。この時期に、先頭車客室内の速度計は撤去された。これと前後して、1983年4月からは、登場後20年を経過した7000系の特別整備が開始された。この整備では、 正面の行き先板の電動幕への改造や、つまの戸袋窓の廃止などが行われた。改造は2両単位で行われ、整備で先頭車が欠車となった場合はもっぱら5500系の、も5519も5520の2両編成を、代わりに連結して運用した。また、1984年には6両編成のうち4本が4両、編成化されたが、 年出された8両のうちも7062も7064も7161も7163の4両は8800系。パノラマデラックス2機器を流用するため廃車となり、冷房装置は瀬戸線の6600系の冷房化改造に使用された。これが7000系では初の廃車となった。 中間車の戦闘車化改造によって登場した7 2 0 0系また、残る4両のうち、も7101も7104については、日本車両に入場して6000系と同一仕様の運転台を設置する戦闘車化改造が行われ、7100系も7100型に形式が変更された。7100系は中間にも7102も7 2 0 3を組み込んだ4両編成で、 他の SR 車4両編成と共通運用されるようになった。なお、8800系への機器流用にあたって、廃車となる車両の FS335 系台車を製造年式の新しい7000系や7700系に流用し、それらの車両が装備していた年式の新しい S 型、民電の FS384 型台車を8800系に流用している。 また、7 7 0 0系のうち、もう7714については1983年7月から1990年11月まで、日本車両の、円錐ゴム式軸箱指示方式ボルスタレス台車である、ND、n d 7 0 1系の試験運用が行われた。また、7 0 0 0系と7 5 0 0系では乗務員の、 運転台の出入りには、車体外側のステップを昇降するが、運転室に入る際に体をかがむようにしないと、ホームウアヤの角に頭をぶつける恐れがある。このため、ほとんどの列車で乗務員交代のある、神宮前駅において、校内配線が1984年に改良された際には、パノラマカーの乗務員の頭部負傷事故を防止するため、ホームウアヤの端部を持ち上げて二重にすることで、 対応した。1985年9月に第12代市川段十郎が犬山市の成田山名古屋別院大正寺へ襲名報告を行う際に同年9月29日新名古屋駅から犬山駅まで市川段十郎と共に鉄道を利用する主催旅行が企画された。この主催旅行は申し込みが多かったためこの団体の専用列車は 当初4両編成の予定を6両編成に増結することになったが、7000系、白帯車の4両編成に7700系、白帯車の2両編成を増結するのではなく、別の7000系、白帯車の中間車を2両組み込むこととした。7000系、白帯車の6両貫通編成で営業運行を行ったのは、この時だけである。なお、 この年の12月頃から側面の座席指定表示は使用されなくなった。1987年頃にグレードアップされた特急使用者の車内1986年になると国鉄東海道本線の普通列車の増発などが行われることになったため、この対抗策として1986年から1987年にかけて 特急車両のグレードアップが行われることになった。この時には7000系4両編成のうち11編成が白帯車として整備されることになったが、1982年から1983年に改装された車両も6本が含まれている。改装内容は以下の通りである。この時、 7100系の中間に組み込まれていたも7050型は7000系に組み込まれ、以後7100系は2両編成で、他の SR 車2両編成と共通運用されることになった。1987年には8800系、パノラマデラックスの増備車に機器を流用するため、も七7052も7054も7151も7153の4両が廃車となった。 この時にも廃車となる車両の FS335 系台車を製造年式の新しい7000系に流用し、年式の新しい FS384 型台車を8800系に流用している。1988年に新型特急車両として1000系、パノラマスーパーが登場したことに伴い、7000系、白帯車は7編成を残して、 一般用車両に格下げされることになった。ところが、1990年に特急施策の変更が行われ、名古屋本線の特急については、指定席車両と一般席車両を連結することになった。指定席車両が不足するため、7700系の4両編成の中間車2両を抜いて、白尾車に改装この7700系中間車を、 7000系の4両編成に組み込んで6両編成化した。これに伴い、1000系、パノラマスーパーや7700系、白帯車に一般席車両として7000系を連結した特急も運行されるようになった。しかし、この編成では指定席車両と一般席車両の通り抜けができず、5乗の問題も発生した。中部入局からの指導もあり、1000系、 パノラマスーパーで指定席車両と一般席車両の通り抜けができる貫通編成を蘇生して対応したことから1991年10月21日のダイヤ改正で名古屋本線の特急から一般席車両として7000系を連結した特急は解消された。なお、中部運輸局からの指導によって1990年以降は 指定席車両には1000系か7000系、7700系白帯車が限定運用されることになった。しかし、1991年の豊川線の初詣輸送においては特急に使用できる車両が不足するため、7000系、7500系の一般車6両編成を使用した座席定員制の列車としてライナーという種別が新設された。この ライナーは1993年の初詣で輸送まで運行された。その後、白帯車は視線直通の特急に使用されていたが、1999年にこの用途向けの1600系パノラマスーパーが登場し、これに置き換えられる形で、同年5月10日のダイヤ改正をもって白帯車は特急運用を離脱した。特急運用から外れた白帯車の一部は、 白帯だけを撤去して一般車になったが白帯車のままで廃車になった車両もあった。三河線のワンマン列車に使用される7700系2001年には三河線の地流駅から佐賀家駅までの区間においてワンマン運転が実施されることになったため7700系と7100系についてワンマン化改造が実施された。改造内容は自動放送装置。 足踏み式デッドマン装置、対話式非常通報装置というワンマン対応機器の設置が主であるが、この区間のワンマン運転では、車内での運賃収支を行わないため、運賃箱は設置されていない。一方、七0系については、少し遡る百九十八年から九百九十九年に、かけて二十二両廃車になったのを皮切りに、特別整備を施行していない車両かつ、 検査期限切れとなる車両から順次廃車が開始された。なお、1998年に廃車になった車両の中には7043編成の中間車2両が含まれるが、その後の7043編成は、先頭車が7 0 0 0系で、中間車が7 7 0 0系という4両編成となった。一方で、2003年には7 0 0 0系6両編成の 内に編成について、先頭車の展望室側を除いた扉脇のクロスシートを撤去した。2005年11月からは7 7 0 0系でも同様の改造が行われた。なお、2005年1月29日に空港線が開業することになったのに合わせて7 0 0 0系6両編成の前面にある行き先板をすべて電動式方向膜に 統一するための蘇生変更が行われた。その空港線には7500系が乗り入れ不可能であったのに対し7000系では開業初日から普通列車、急行で運用された。その後2006年9月には名鉄における特急施策の見直しを発表したが、この時に7000系パノラマカーが2009年度内に全廃されることが記された。 翌2007年には4両編成3本と6両編成1本が廃車となり、2008年6月29日のダイヤ改正では7000系の運用自体が大幅に減少し、同年9月14日に運行されたイベント列車、さようなら P6 に運用されたのを最後に6両編成の営業運行は終了した。この時期になると、名鉄のホームページでも、 ありがとうパノラマカーと称するイベントの一環として、パノラマカーの運用が公表されるようになったが、鉄道ファンだけではなく、一般市民も名残を惜しんで乗車するようになった。開発に関わった白井が日本放送協会、名古屋放送局の取材に応じて、パノラマカーの展望席に乗り込んだ時、最前列で祖父と孫が、全面展望を楽しみながら語り合っている姿を目撃し、 パノラマカーのコンセプトが実現されていることを確かめた白井は深く満足したという。トップ席にお孫さんを連れたお祖父さんの姿が多く、これこそ私がパノラマカーで目指したものであった。白井明、鉄道ピクトリアル通関816号、パノラマカーと犬山モノレールの初期の思い出 P213。 白帯車として再度整備された7011編成2008年10月19日には1999年に一般車に格下げされた後も内装が特急使用者のままだった7011編成が白帯車として再度整備された。またトップナンバーの7001編成は10月27日に定期運用から離脱したが豊橋方戦闘車のも7001は マインギ検査場において1961年、登場当時の外観に復元された。まずジャンパ製やケーブル類、空気ホース、フロントアイをすべて撤去し、前面の方向板を撤去の上で、フェニックスのエンブレムを装着、展望室周りの外観修理と再塗装を行った。この状態で、11月9日には、一度限りのフェニックス復活運転と題したイベント列車の、 運転が行われた後、再度前ギ検査場に入場し、列車無線アンテナ撤去や展望室部分以外の補修を行い、も7000にとともに前ギ検査場内の展示場に設置された。なお、中間車は同年12月1日に明電地港駅に移送され、廃車となった。この時点で残っていた7000系は4両編成3本。 のみであったが、2008年12月26日限りで、7000系の定期運用はなくなった。定期運用最終日の3本の列車では全面に、記念系当番が掲出され、最後の営業列車となった東岡崎駅を午後8時29分に、発車する岩倉駅普通列車では、神宮前駅で、名鉄の副社長から運転士に、花束が贈呈された。その後、 7011編成のみがイベント用として使用されるようになったが、2009年8月30日の団体専用列車、ありがとうパノラマカーの運転をもって7000系の営業運行はすべて終了した。一方、7700系、7100系はその後も運用されていたが、7100系は2009年11月29日に、 運行されたさよなら運転を最後に運用から外れて廃車となった。7700系も2010年2月26日限りで定期運用から外れ、同年3月21日に運行されたさよなら運転を最後に営業運行を終了した。この時点で名鉄の7000番内の形式を有する車両は全廃となった。中京競馬場で保存されている7 0 7 編成これらの他も7019の運転外や白帯車の座席が岐阜県加西の名鉄資料館に保存展示されており見学が可能であった7000系は蘇生変更が多かったためここでは1985年時点2004年時点についてのみ車両番号を記載するただし7000系の2両編成8両編成10両編成に ついてはこの限りではない。ありがとうございます。